せーの、あよいしょ。はい、おはようさん、一人親父です。はい、皆さんいかがでしょうか。お元気ですか。ご覧いただいている通り、今日も机の上から失礼しますということになるんですけど、急に MacBook Pro ですね、今日は。これ私が使ってる M1 Max の16インチ、2021年でいいんですかねの、まあ、MacBook Pro、 これをね、まあ、使ってるわけなんですけど、今日ね、このね、見た目のお話、デザイン、まあ、もう散々語り尽くされてると思うんですけど、まあ今更ね、私が一つだけどうしても思うことがあるので、それをお話ししたいのと、まあそれがゆえというわけじゃないんですけど、少し見た目をね変えたいなということで、赤くしてみよう、スキンシールをね貼ってみようかなと思ってます。今日そんな動画です。で、この見た目ですよ、皆さんどうでしたかね。好きですか。これ私は好きも嫌いも、その前にどうしてもっていうところがあるんです。あれに見えちゃうんですよ、もうこの感じが、ここのこのね、特にこのエッジがね、そうさせてると思うんですけど、ここね、これが何に見えるか、これに見えちゃうんですね。これはね、これ見て懐かしいと思ってくださる方がいたら嬉しいんですけど、これはちょっと一回これどかそうかな、上に乗せるわけいかないからね。よいしょ、これね、はい、あ、ピント曲がってないかな、開けてみましょうか。よっ、はい、パワーブック G4 ですよ、これ。うわー、懐かしいね、かっこいいですね。久しぶりに開けると、ここ見えるかな、パワーブック G4、 これ、うわー、この感じでしたね。いやー、かっこいいですね、この古い感じが。いいな。これまだ多分起動します。 OS9 が入ってますけど、まあその懐かしさはいいんですけど、これなんですよ、ここ、これもうね、そっくりなの。これね、並べると向きはこう、ほら、この感じですよ、これ。このエッジの部分というか、これ、まあ、色もシルバーとシルバーだし、これね、このちょうど何 1R ぐらいですか、このエッジがこうね、この感じがもうね、これをポッと見てももうこれに見えるんですよね、この感じに。これ何でしたっけ、これプラスチックじゃないよね、チタンとかでしたっけ、このモデルって。ちょっと覚えてないんですけど、これね、これに見えちゃう。こう真横から見たりするとね、全然違うんですけど、もう当然こっちの方が薄いし、この辺はね、こうなんかやっぱ古さがね、こうあったりするわけですけど、この辺もこう上から見るとね、同じ、全く一緒でも一緒なんですよ。このマックにね、見えてしまうことが別に嫌だっていうわけでは全然ないんですよ、ないんだけど、だってこれだって当時ね、もう震えるぐらいかっこいいと思いましたもんね、これが出た時に。本当にすごいなと思って、本当にデザインかっこいいなーなんて思ってたわけですから、これだってね。なんだけど、なんていうかな、そういう衝撃がないんですよ、このデザインに。もうこれに見えてしまうので、すごいかっこいいの出たなー、 MacBook Pro かっこよくなったな今回っていうのが全く感じれなくてですね。私は決して悪くないですよ、かっこいいじゃないですかね、いいんだけど最新の Mac に見えないというか、最新の Mac がかっこよくなったなっていう、その嬉しい衝撃がないというかね、なんかこれに見えるっていうね。ところで、まあちょっと遊んでみようかなっていうか、少し見た目を変えてみたいなというとこで、初めて Mac をね、なんかね、あれしたことないんですよ、そのカバーかけたりとかね、そんなことしたこと今までないんですけど、今回はこれを買ってみました。これはいわゆるスキンシールと言われるのがいくつかあると思うんですよね。アマゾンとかで買いやすいのが、何でしたっけ、なんとかラプラスかな、なんかありましたよね、ちょっと出しておきますけども。でそこでね、まあそれ選んで買おうかなと思ってたんですけど、ちょっとね好みのものがなくて、まあ、こちらの、これ何でしたっけ、 D
D これだね、 DB の DB だと思うんだよ。何でしたっけ。よっ、どっかに書いてある。 D ブランドだ。カナダのあの会社みたいで、あの、まあ、サイトがね全部英語だったんですけど、まあ特に難しいことなく、私でも英語のできない私でも買えたので、どなたでも買えるかなと思うんですけど、まあ、これを今回貼ってみようかなと。でこれ今自分で開けて思い出したんですけど、これね、裏を黄色にしようと思ったんですよね。なんかゴミがすごいな。多分ね、このイエローの感じがもう好きで、どっちにしようかな、でもやっぱ赤がいいな。裏と表って同時に見えるわけじゃないから、裏黄色にしてみようって、多分そんなノリだったと思います。どうなんでしょうね。ということでね、これをね貼ってみるんだけど、あ、ここに入ってた、何にも入ってないんだと思った。別にどうってことないな。よっ、こういうドライのクロスが入ってるだけですね。で、これどうやって貼ろうかなっていうのが、公式のね動画を見てその通りにやるのか、いやちょっとこういう風にやった方がやりやすいんじゃないかななんて思う、どうしようかな、思ったりもするんですよ。なんだけど、どうしようかな。だいたい iPhone のこうガラスフィルムとかね、何でもそうなんだけど、結局公式の言う通りにやるのが一番綺麗にできるななんていうのもあったりするんですよね。ただ公式のやり方でこのリンゴが合うのかなっていうのもね、どうしようかな、まあ、ちょっと考えてやってみます。やっぱ公式でね、こうやってくださいっていう、その動画通りにやってみましょうか。でこのドライでね、ただね、要するにこれ 3M のシートだってことを考えると、ユニークなんだよな公式のやり方って。これね、これをさ一回剥がすって言うんだ。これを全部一回剥がしちゃうと。でこれをね少しずらして、こうこのぐらいでいいのかな、貼るってことですよ。こうね。でこれを合わせていくと、ちょっと手前に引っ張りたいな。動画的にこの角度で見えてる。何が難しいって、カメラが邪魔なんですよ。頭の上のカメラのレンズが。どうなんだこれ。ちょっと例えば、よ、どうですかこれ。こんなところか。なんか悪くない気がするな。一回こうね、こうやってみるじゃないですか。でここから、あ、危ない。ここからね、映ってるかな。これをね引っ張っていくらしいんだな、これが。よっ、よっ、あ、こうか。でこう少し引っ張って、もうこう貼っていくわけだよね。それはいいんだけど、こっからじゃん、こっからじゃん。どう見た、どう考えたって、これ見ててよ、これ。合うのこれ、リンゴさん。こうでしょ、どうなのこれ、合ってる。ちょっとみんな見て、上から。合ってるじゃん、ぴったりじゃない。あら、あら、やだよ、あら、ごらん。ちょっとこれエアカンでんな、これいいんじゃない。ほら、あ、ちょいちょいずれだな。こっちが足りてないね、ほら。ほんのちょっとだけど。これ後ろ？後ろか。後ろか。で、こっちは？あー、ちょいずれだな、これな。ちょっとね、歪んでる。
オッケーでもいい気もするけどね。まあね、簡単に剥がれると思う。よっ。おっ。これリンゴは多分少し小さく作ってあるのかな。ね。あ、左右逆になった。よし、もう一回。一旦ちょっとこっちに持ってきますね。よっ。よっ。左右対称のクリアランスが分かりにくい。で、こっちでしょ。さっきこっち足んなかったじゃん。ってことはもうちょいこっちか。このぐらいかな、余裕見て。ねえ。こんなもんか。どう？ある程度 A でいかないとダメだよ、これ。で、これを引っ張っていくと。ね。これね、リンゴは大丈夫っぽいな。割と小さめに切ってあるんじゃないかな、これ。ただね、この左右、上下左右だよね。はい。できればもう良しにしたいな。あ、こう空気が。ね。はい。あ、いいんじゃない？ OK。いいじゃない。素敵じゃない、これ。いや、思ってたのの10倍ぐらい貼るのは簡単。まあ、その、看板とかやってたんでね、シートは多少、普通の人よりは使ってるかもしれないですけど、もっと合わないかと思った。こんな、なんでしょうね、看板でこんなものに狙って貼るってことはないんでね。あ、この MacBook Pro ってこれが見えなくなっちゃうのか。ここがこれだね、このスリットがね。で、これも同じようにずらすんでしょ。で、これは要するに穴にぴったり合わせちゃえば貼れちゃうんじゃないかなっていう希望的観測です。ちょっと合ってないな。これね、全然剥がせるのであんまりビビらなくて大丈夫です。ずれたらバリバリって剥がす、剥いじゃえばいいの。どうかな。あんまりしっかり貼ってない。これは少しドライヤーかな。ちょっとチンチクリンのドライヤーしかなくて恥ずかしいんですけど、この角をね、ドライヤーで。オッケー。どうよ、どうなの、重たいよ。はい、いいじゃないの、いいじゃない。どうです。いや、非常にいいと思うんですけど、いや、これはいいな。なかなか気に入りました。これでどっからどう見てもこれにはならないね。思ったより本当貼りやすい、貼れると思う。まあ要するにこれはあの 3M のシートをこのサイズにカットしてくれてるという、まあそういうものだと思うので、まあ貼りやすさとかそういうのはね、もう全然貼りやすいです。エアも抜けるし、
全然こうエアが中に閉じこもっちゃった状態でも剥がしたりしないでこう上からスッとやるだけで空気もエアは抜けてくれるので、このシートは非常に貼りやすいと思いますよ。いいと思います。わ、イエローいいね、いいね、イエロー。はい、ということで非常に気に入りました。これからね、少しまたこれで楽しくなるかなといったところで、いかがだったでしょうか。今日はまあこういうお話からね、まあ、また要するにこれ貼りたかったっていうことなんですけど、まあそんなお話です。はい、いかがだったでしょうか。少しでも面白かったよとかね、なんかあったら高評価、グッドボタン、これぜひお願いします。それからチャンネル登録ですね。これからやりたいことはたくさんあるんですが、まあなかなかというところはあるんですけれども、少しでも動画をね出していきたいなと思ってるので、また見ていただけるようにチャンネル登録、それから、Twitter と Instagram ですね、こちらの方もフォローしていただけたらすごく嬉しいなと思っております。はい、ということで今日はこれでおしまい。外に持ち出して使うときにこういう SSD とかこういうねカードリーダーとかが本体からプラーンとどうしてもしちゃうじゃないですか。それをねもうくっつけるというかね、どのぐらいでいいんだろう、なんでな、ここにねこの面に固定したいなと思う。見た目は悪いけど面白そうじゃないですか。ね、こっちをどうするかだよな。想像ではもっとなんかいい感じにバカっぽくなるかなと思ったんですけど、あんまりならなかったな。まあ、これでね外で使う時もこう邪魔にならずに、テーブルの横にこう SSD がぶら下がることもなく、まあ使えることは使えるんで、嫌になったら剥がせばいいんで。はい、今日も最後までありがとうございました。今日の今回のこの撮影なんですけど、 MacBook Pro のあのシルバーのあの色を見ながら撮影してたらですね、蓋を開けてみたら編集の時にすごい全ての素材がものすごい暗くて大変でした。